今回は実際に日本を訪れ花見文化に感動した外国人記者がその素晴らしさと海外との違いについて語った海外メディアの記事をご紹介します。日本の桜や花見に対する海外の反応はどのようなものでしょうか。以下がその記事の内容になります。日本に限らず春になると世界中で桜の木が咲き誇る。カナダのバンクーバーやアメリカのワシントン DC、 フランスのパリのシャンドマルス公園、スウェーデンのストックホルムなどの都市などが有名だ。日本では桜の季節をただのイベントではなく季節的文化イベントにすることで知られている。桜を中心としたこの祭りは日本ではとても重要な意味を持っている。春を歓迎する行事であり、刹那に散りゆく桜に自然の美しさと儚さを実感し思いを馳せる特別な日なのだ。桜を鑑賞することが日本文化において象徴的な意義を持つようになったのは8世紀にまで遡るという。これらの樹木が咲く正確な時期は不確定であるため、桜のイベントは良くも悪くも大自然の御心に委ねられている面がある。私自身の日本での桜の思い出は今でもまだ鮮明に残っている。東京の有名な花見のスポットで一日を過ごした。私は驚き感動した。満開の桜の木々が天を覆い、ピンク色の花びらが舞う光景は壮麗としか言いようがなく、そして公園を訪れていた他の人たちが楽しんでいたピクニック弁当は上品でおしゃれだった。タッパーに詰められた弁当ですら洗礼されていた。その大勢の人間がこの時期にしか咲かない花を見るために集まり楽しむ光景に、私は地球から100万マイルは離れた場所に来たかのように感じていた。これまでに日本に行ったことがある人なら誰でもこの国が持つ細部へのこだわりと儀式への忠実さに度肝を抜かれたはずだ。その丁寧さや礼儀正しさを見ていると、桜が繊細で一期一会的であるように、この日本的な文化との出会いの瞬間もまた二度と繰り返されることのない一生に一度の出会いであると感じた。私は母国に帰った今もあの時の喜びと心地よさを思い出せる。今日も桜を見るたびに立ち止まり、その美しさと儚さを祝福する。今月14日、気象庁は靖国神社にある桜が開花したと発表しました。いつもより12日早く、昨年に比べて7日早い開花で、統計開始以来最も早い開花日となっており、1週間から10日ほどで満開になる見込みです。今年の桜の開花は東京が全国で最も早く、予想でも鹿児島市より仙台市の方が早いなど、南北逆転現象が起きているそうです。ご紹介する写真は昨年以前に日本で撮影されたもので、主に街中に咲く桜の光景が特徴的です。都市部でも変わらない、あるいは都市部ならではの桜の美しさに、これを見た外国人からは感動の声が寄せられていました。日本に行って実際に見てみたいという声が多かったようですね。その一部をご紹介します。いつか日本に行きたい、そしてこの草原な美しさを自分の目で見てみたい。ネパール。日本で見た桜の美しさが忘れられない。また必ず家族で日本に戻るぞ。アメリカ。一度でもあの光景を生で見られたら人生に後悔はない。カナダ。あんな街中で美しい光景を堪能できるなんてすごい。国籍不明。この美を見るためなら何度だって日本に戻るつもりだ。オランダ。いつか日本の桜を見に行きたい、というより行かなきゃいけない気がする。アメリカ。お見事。あまりの美しさに思わず拍手をしてしまった。台湾。アニメで見てきた光景が実在してて感動した。国籍不明。
自然が日常を彩ってくれるなんて素敵すぎる。日本は神様からすごく愛されてますね。フィリピン。これこそオンリーインジャパンな光景ですね。カンボジア。たとえ今年は日本に行けないとしても、桜はきっと来年も10年後も100年後も咲き続けている。国籍不明。多くの人にとって日本の桜を見ることは夢でしょうね。フィリピン。いつかでいい、いつかでいいから生で見たい。ルーマニア。違う世界に紛れ込んだ気分になりそう。アメリカ。あまりの美しさに涙が出てきそうだ。国籍不明。日本で桜を見ることは長年の夢になっている。日本の南部では桃の花が咲いてるんだって。となると桜が咲くのももうすぐだ。リトアニア。動画の内容がいいと思った方は高評価、チャンネル登録していただくとさらに嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。